アウラレオポールディナアウラレオポールディナはバロック様式で建築されたポーランドブロツワフ大学所有の行動。アウラレオポールディナは1728年から1732年にブロツワフ大学創設者ローマドイツ皇帝レオポルドを一世の名誉を称え建築されたポーランド並びにヨーロッパにおける最大のバロック様式ホールとして有名。堂の建築には クリストフ・タオシュが携わり、内部全体に施された、輝かしい装飾は、フランツ・ヨゼフ・マンゴルトが監督。天井壁画は、ヨハン・クリストフ・ハントケ、木造彫刻は、クシシュトフ・ホーレンドとによるもの。ブロツワフ大学中央玄関を入ると1階右側には、バロック様式で内部の装飾が素晴らしいオラトリアム、ミュージチン音楽ホールがあり、 玄関ホール内の見事な壁画を眺めながら、中央階段を上ると、行道入り口へと続く。行道内正面ステージの中央には、当時のパトロンである、レオポルド・カズヨ、その両端には勤勉、聡明をイメージした彫像が豪華に刻まれ、レオポルド一世の彫像の下には、愚かさ、不和を意味する彫刻が施されている。 ブロツワフ大学のスポンサーとして、レオポルド一世の後継者、ヨゼフカズヨ、並びにカール四世の彫像も側面に伺うことができる。行動中央の壁画は、神の知恵の賛美を象徴し、すべてへの知識の源と当時の科学と芸術を蘇らせた。窓辺には、比較的小さな彫刻を見ることができ、ブロツワフ大学に、重要な役割を果たした科学者、 芸術家並びに、教会関係者等が、ずらりと並んでいる。両側の壁には16枚の肖像画が掲げられ、描かれたすべての人物が、当時のブロツワフ大学に多大に貢献している。1997年にはこの肖像画の8枚が、盗難にあい、1枚が発見されたが、その他7枚は複製された。この行動は、第二次世界大戦の被害に遭うことなく、 美しい内装を保っている。現在では、大学の卒業式等のセレモニー、ブロツワフ氏の公式行事等が催される場として使用されている。また、素晴らしい音響の良さが有名で音楽コンサートのステージとして頻繁に利用される。ありがとうございます。